和田とチェンで始まりました1回の立ち上がり、和田投手これは素晴らしいピッチングでしたよね。そうですね、はい、特にねリズムテンポの良さというのを感じました、はい、初回、はい、持ち味十分発揮した和田投手。さあ一方のチェン投手の立ち上がりなんですが、川崎フォアボールの出塁、そして送りバントでランナーセカンド、そしてオーティズ田村迎えるところなんですが、立ち上がりはどうでしたか。先頭のはね、はい、フォアボールで出しましたけど、はい、でもやはり落ち着いた投球をしてくれましたんでね、はい、この辺りもしっかり安定しているということが言えると思いました、はい、さあそして2回の表です。ワンアウト2塁1塁という場面です。和田投手ここは小池空振り三振、そしてランナーを出してもこう落ち着いたピッチングでしたよね。そうですね、特にね、はい、変化球が低めに集まり、そして、はい、キレのいいまっすぐを大胆に使っていましたからね、はい、いい結果が出ました。一方のチェン投手なんですが2回のピッチングです。松中空振り三振、そして初打席のペタジーニも空振り三振、まあ、もう少しこう慣れがペタジーニが必要ですよね。そうですね、ペタジーニはねもう少しタイミングの取り方っていうものをね、はい、もうちょっと確実にしてもらいたいです。さあそして先制したのはこの一発森野の8号ソロホームラン、中日が1点を先制します。森野が当たっています。和田が打たれました。さあそして4回です。ワンアウト2塁から田村をバッターボックスに向かいますが、チェン投手この投球右中間オーバーのタイムリーツーベース、すぐさま同点に追いつきます。そしてなおもワンアウト2塁で松中のこの当たり、レフト前にタイムリーヒット、逆転に成功、2対1です。5回に来ました。5回この回の先頭山崎、これはびっくりしましたね、まあはい、このホームランというのはね、このゲームの流れを考えると、はい、やっぱり大きなホームランになっていましたね、はい、ベンチのこの喜びようです。3対1になりました。さあそして6回です。ワンアウト2塁1塁、2点差、井端を迎えて、これは全く見事なピッチングでしたよね。そうですね、井端に関してはね、はい、まあ、本人も今日一というインタビューありましたけどね、はい、粘られながらも最後にね、はい、渾身の1球を投げてくれました、はい、そして8回です。ツーアウト2塁、ファルケンボーグです。和田当たっていますが、この当たり1点差に詰め寄るタイムリーヒット、3対2となります。いや、さすがに和田ですよね。まあ、少しね、まっすぐをちょっと投げすぎて偏った配球になってしまいました、はい、そして8回前進守備もありましたが、この当たりワンアウト2塁から本田、左中間を破りますタイムリースリーベース、ソフトバンクが4点目を入れまして4対2。そして9回は勝利の方程式、抑えの4番手真原が登板で2アウトランナーなしから谷繁がセンターフライ、ゲームセットということになりまして、4対2でホークスがドラゴンズを破った一戦でした。